こんばんは、渡辺です。今日はまた池田瑠璃さんにちょっと登場してもらって、まあ、今ちょっと居酒屋セットのところにいるんですけど、男の人がドキッとする髪型を紹介していきたいと思います。で、多分まあ12月だったりとかでこう忘年会シーズン、飲み会シーズンになることが多いかなと思うんですけど、その時に使える方法で、なおかつお化粧室で簡単にできる方法なんで、よかったら皆さん使ってみてください。はい、それでは動画をどうぞ。で、今回はヘアピンと、もし髪の毛が乾燥してたらベイビーオイルをちょこっとつけてください。男性側が、左側に立ってるイメージで、まず全体の髪の毛、まあ、こっち側の左の髪の毛を反対側に持ってきますね。で、持ってきてこの首のラインをしっかりと見せるようにします。で、持ってきた時にここの遅れ毛がすごい重要になるんですけど、この遅れ毛が多すぎても良くないですし、少なすぎても良くないので、その辺のちょっとバランスを決めていきたいと思います。このここの隙間ですね、この隙間が埋まるぐらいで全然大丈夫かなと思うので、その隙間が埋まるぐらいの髪の毛を上から下ろしてあげる感覚ですね。で、これをちょっと埋まるんですけど、少しこういう抜け感っていうか、そういうのがあるぐらいの量に調節しておくとベストです。で、ここの髪の毛もできればカール、ちょっと外巻きに巻いてあげたりする方がバランスは綺麗ですね。で、だいたいこのぐらいの分量で残りの髪の毛を耳の後ろに持ってきます。で、先ほどのヘアピンをつけるんですけど、あまり上につけすぎても良くないので、バランスがおかしくなっちゃうので、できれば耳の後ろ、耳の後ろ、この辺りにつけちゃいます。で、このクリップあるじゃないですか、クリップが上からこうつけちゃうと髪の毛が下からこう抜け落ちてしまう恐れがあるので、できれば下から上に向かってつけていきます。で、髪の毛全部挟まなくてもいいので、ちょっと上っ面の部分だけ、髪の毛が多い人だったりとかすると結構全部挟むのは結構大変かなと思うので、この上っ面の部分だけ止まっちゃえば、崩れてこないので、このぐらいの感じでつけてもらえれば OK です。で、全体のこの髪の毛をサイドに持ってきて、で、ここからちょっとポイントなんですけど、ここの部分、ここがちょっとペタンとするとあんまりこう色気っていうのがちょっと出てこなかったりもするので、こうペタンとするよりは少し空気感を入れてふわっとさせてあげると、ここからボリュームが出ていると色気みたいなのがありつつ、あとこの首のラインが結構綺麗に見えるので、男の人はドキッとするかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。で、ポイントはやっぱその完全にこう肩一本に寄せる、このラインを見せるのと、あと遅れ毛ですね、ここの部分の、まあ、隙間をうまい具合に出すと、ちょっと抜け感があるぐらいで、ここちょっと乾燥してたらあんまり意味がないんで、またその時はこれつけてください。だいぶ押してますで、まあ、耳にこのままかけちゃってもいいんですけど、多分かからない方だったりとか、崩れてくるっていう方もなんかいらっしゃると思うので、その時にこういうヘアピン、これ3コインズさんで買ったんですけど、まあ、これとかでも全然使えるかなと思いますので、まあ、肩一本に寄せて、で、あとここ巻きも結構しっかりと巻いといた方がやっぱりいいかなと思うので、お出かけされる際に顔周りはしっかり巻いて、で、外巻きで、で、ここ内巻きで巻いてあげて、で、やってあげると色気出ます。なので、よかったら参考にしてみてください。なんか言いたいことあります？いや、簡単なのにこんな色気が出せて嬉しいです。棒読みすぎますまあそんな感じです。ただまあ巻いちゃってるんですけど、雨降ったらダメなんで、雨降ったらもう全く意味ないんで雨降った時はやめてください。以上、さよなら。